今回の街角県政は住宅の耐震化についてお伝えします。いつどこで起こるかわからない地震に備えて住まいの対策を行うことは非常に重要です。地震の際に築年数が古く耐震性の低い木造の住宅が倒壊してしまうことが全国的に問題となっています。そのため県では市町と一緒に木造一戸建て住宅の耐震化にかかる費用の補助を行っています。住宅の耐震化を進める第一歩は専門家による耐震診断と補強プランの作成です。通常これらのセットで10万円かかるところ、補助制度を用いると自己負担額が1万円になります。診断を経て耐震改修が必要と分かった場合は改修費用のおよそ2割を補助しています。住宅全体の耐震改修が高額で難しい場合、利用頻度が多い部屋を中心として耐震改修を行う方法もありますよ。耐震改修を検討している方は各市町の建築担当課までお問い合わせください。こちらは実際に耐震改修工事を行っている現場です。詳しい話を建築士の方に聞いてみましょう。筋交いをはじめとする部材で、より壁を強固に、補強していくという工事が主体となります。また柱等に、金物を設置して強度を上げていくという工事も同時に行います。また今回は、屋根を軽量化させるということも主眼に入れておりまして、全体の建物の、重さを軽くして耐震性を上げるということも踏まえております。熊本の地震とかそんな見たときにあまりの怖さになんとかこれは耐震の補強をした方がいいんじゃないかなということで、それが一番のきっかけですね。先月7日、今一度地震への備えをが開催されました。熊本で地震が起こった際に現地で活動を行った応急危険度判定士らが住宅の耐震化の重要性について話しました。被災された方がですね、そこに留まっておれるかどうか、短い期間で早急にですね、そういった診断をするということを目的としています。倒壊している建物はですね、やはり古いままの住宅が多かったですね。新しい基準にのっとって補強をですね、常日頃から少しずつやっていけば、来たるべき地震に対しては安全な住宅になっていけると思います。もう56人なんとかって書いてあったんですけど、それ以上に建ててますし、家帰ってまた考えてみたいと思います。地震に強い住まいを作ることでより安心して暮らすことができるようになりますね。補助制度を活用して住宅の耐震化を進めてみませんか。番組をご覧の皆さんの中から抽選で3名様に道の駅越前のお土産をプレゼントします。キーワードは耐震改修。番組の感想などを書いてハガキやホームページからご応募ください。今度ここ行こう。わあ、いいね。これ面白そう。おお、本当だ。福井のお出かけ情報は Facebook ほやほや福井でチェック。今すぐいいねを。